日本の潜水艦は、通常動力型では、世界の軍隊と比較してもトップクラスである。そこに、カナダが目をつけ、最新鋭対迎型に注目が集まり、初の海外輸出開始かという情報をキャッチしました。今回は、このカナダへ初輸出達成できるか否かの裏側を詳しく見ていきましょう。日本は、過去オーストラリアに、そう、旧型潜水艦を売り込みしていましたが、フランスに負けて、今では、フランスは、アメリカとイギリスに負けています。遅いからだよ。日本の海上自衛隊潜水艦隊は、横須賀に艦隊司令部を設置し、呉の第1潜水隊群と横須賀の第2潜水隊群に分かれ、合わせて通常動力型潜水艦22隻が所属している。その内訳は、親潮型潜水艦8隻と、双竜型潜水艦12隻、そこに、最新鋭の太平型潜水艦2隻が入った。太平型は、2023年12月時点で、3番艦と4番艦の2隻が浸水して偽装中であるが、追加で2隻の建造が開始されている。海上自衛隊の潜水艦は、潜水艦の性能を示すのに最重要項目とされる静粛性に優れていて、通常動力型潜水艦の中でも、世界トップクラスとの評価があるほか、双竜型の11番艦、東竜と12番艦、王竜には、潜水艦に最適で、コスパもいい高出力リチウムイオン蓄電池が搭載され、世界中の注目を集めていた。防衛省では、2014年4月1日に策定された防衛装備移転3原則に基づいて、従来の運用が自衛隊だけに限定していた装備の輸出を図っていて、旧式で老朽化が問題となっているコリンズ級潜水艦の後継潜水艦の選定を進めていたオーストラリア海軍に対して、双竜型潜水艦の売り込んだこともある。それが一時は採用される可能性が高いとする情報があり、日本国産の潜水艦が初めて海外輸出されることに期待が膨らんだ。しかし、双竜型の導入を支持していた当時のアボット首相が退陣し、親中派のターブレ首相に代わって、オーストラリア政治情勢の変化に加え、日本がオーストラリア現地での製造や機密技術移転に消極的であることや、兵器の国際共同開発経験が乏しいことなどが懸念材料として受け止められた理由などから、最終的に2016年4月、フランスのシフラン級原子力潜水艦をベースにした通常動力型潜水艦アタック級を採用した。ただし、その後、このアタックの建造を担当するフランスのナバルグループの対応が遅いことなどによって、契約が白紙となり、オーストラリア政府は、アメリカ、イギリス、オーストラリアの間で締結された安全保障協力、オーカスの創設に合わせて、米英が協力して、オーストラリアに、原子力潜水艦の技術を供与する取り決めを交わした。このように、防衛装備移転3原則に基づいて、日本の防衛装備品を輸出することで、高い製造コストを下げようと努力した防衛省だったが、ここまで、フィリピンへの対空レーダーの輸出契約が成立したくらいで、完成装備品の輸出は一向に進んでいなかった。このような状況下で、カナダ海軍が運用しているビクトリア級通常動力型潜水艦が老朽化したことから、後継艦種の候補選びに入り、海上自衛隊最新鋭の太平型に興味を示しているとの情報が飛び込んできたのだ。カナダ海軍では、2024年1月時点において、ビクトリア級通常動力型潜水艦4隻を運用しており、この潜水艦は、もともと、イギリス海軍が1990年代に運用していたアップホルダー級通常動力型潜水艦であり、2000年にカナダ海軍へ売却し、ビクトリア級として再就役させたものである。ビクトリア級が持つ機能的には、大きな問題はなさそうだが、4隻ともそれぞれ艦弱いが40年近くに達しているため、様々な不具合や事故を起こしているくらいだ。その中でも、シクーティミは、2004年10月5日に、アイルランド沖で、乗員1名が死亡する火災事故を起こして、航行不能となり、長期の修理が必要となったほか、同じく、ウィンザーも、2005年10月30日に、潜航中に火災を起こしており、その運用に、カナダ海軍が苦労していることが伝わっている。それらを理由に、
カナダ海軍では、後継潜水艦の導入計画を目的とするカナダ哨戒潜水艦プロジェクト CSRP が2021年に立ち上げられて、艦種選定を急いでいることが明らかとなり、日本の海上自衛隊潜水艦の大芸型が候補の一つとして挙げられたのだ。カナダ海軍では、大西洋と太平洋に、それぞれ、潜水艦を、2隻ずつ同時に稼働させて警備展開する必要があり、合わせて、艦隊の整備や、乗員の休養や訓練などのためのローテーションに配慮して、通常動力型潜水艦を、最低でも8隻が必要とされている。しかし、近年では、カナダ北部の北極海周辺において、ロシア海軍と中国海軍の原子力潜水艦の活動が盛んになっており、カナダ海軍は北極海において潜水艦による作戦能力の向上が早急に必要とされていて、可能であればプラス4隻して合計12隻の導入を考えているらしい。そのカナダ海軍が次期潜水艦に求める性能諸元の1点目が、ディーゼルエンジンと発電機とバッテリーなどで構成された通常動力のディーゼルエレクトリック方式の通常動力型潜水艦であること。2点目が優れた長距離航行性能を持つこと。3点目が北極海においても運用可能であること。そして、最後にアメリカ軍が運用している魚雷などの兵器及び戦闘システムの搭載が可能であることなどだ。今の条件に当てはまる通常動力型潜水艦として、海上自衛隊の大芸型潜水艦が有力であるとされ、カナダ海軍協会 NAC が刊行している海軍専門誌スターシェルの2023年冬号において、カナダ海軍の次期潜水艦候補の一つとして、大芸型潜水艦が挙げられた。海上自衛隊が導入している大芸型潜水艦は、カナダ海軍が求めるディーゼルエレクトリック方式であり、リチウムイオン蓄電池で長期航行性能も高い。しかも、このリチウムイオン蓄電池は、従来の鉛蓄電池と比較すると、潜水艦への搭載において、様々な利点がある。一つ目は、乗員にとって害となる水素ガス発生の危険がないこと。二つ目は、鉛蓄電池の2倍以上の重量容積あたりのエネルギー密度と 1.5 倍以上の繰り返し満つる放電回数を持つこと。三つ目として、満充電になるまでの時間が比較的短く、放電による電気容量の低下が少ない上に効率放電を長時間持続できることなど、潜水艦用の蓄電池として多くの優れた特性を持っている。また、大芸型の外観上の特徴としては、双流型と同様の X 字型が採用されており、この X 字型舵は、潜水艦の舵として、多くのメリットがあると言われている。従来の潜水艦の舵は、艦体を回答させるための垂直舵と、水中で姿勢を制御するための水平舵が、2枚1組の十字型となっているのが一般的であった。この十字型舵では、上下2枚と左右2枚がそれぞれ連動していたものを、X 字型舵では、4枚の舵が独立して動かせるようになり、それぞれで、回答と姿勢をコントロールすることができ、とても機動性に優れているという。さらに、十字型舵の垂直舵、または水平舵が損傷した場合、連動している2枚が共に動かなくなってしまうこともあるが、X 字型舵では、1枚が損傷しても、残りの3枚でカバーできることも大きなメリットである。また、潜水艦は、海底で止まって敵を待ち伏せることがあるが、その際に起底することで、下舵が損傷する可能性があるほか、港に接岸する際に、左右の舵を岸壁にぶつけて損傷する心配もなくなった。これほど、優秀な双流型の採用が見送られてきた理由は、やはり、凡人には4枚の舵を独立してコントロールすることが難しかったからであるが、近年の電子制御技術の発展によって、ゲームで使うようなジョイスティック上の操縦桿による操作が可能となった。これで、海自の中でもゲームに慣れている若い世代の操縦も簡単になったということだ。
日本は、世界が驚くハイペース建造でもが、2型護衛艦を建造している中、次期もが、2型の2隻分の1747億円の建造費を計上したとの情報をキャッチしました。今回は、この世界も、注目の護衛艦次期もが、2型の詳しいスペックを見ていきます。少人数化を実現しているもが、2型の後継艦で、AI は、もちろん、各ドローン搭載になるでしょう。それに、VSL 搭載でミサイルなども装備、中国にとっては厄介になるでしょうね。それに海保用にも建造計画中です。2023年12月22日には、日本の現在の岸田内閣は、2024年度の防衛予算案を過去最大額となる7兆9496億円とすることを閣議決定し、現内閣の発足時より掲げていた、いわゆる骨太の方針という政策公約を推し進めた形だ。2022年の末に新たに定められた防衛力整備計画では、2023年度から2027年度までの5年間の防衛費の総額をおよそ43兆円とすることが打ち出されており、この水準に則った防衛予算の案の上積みを実施したものと言えるだろう。2022年2月に開始され、間もなく2年目を終えて3年目に突入しようかとしているロシア・ウクライナ戦争を背景に、これまでにない日本の防衛予算案の増額基調は、大多数の日本国民からは、大筋の方向性で賛同を得たものと解釈できる。ただし、未だ大手マスメディアの一部では、世界情勢を反映した物価の高騰や、歯止めのかからない円安の進行を切り口として、結論ありきの防衛予算案の方向性に異論を唱える言説も数多く散見される状況ではある。こうした特定のイデオロギーに基づく政権批判、ひいては、防衛予算案の増額に批判を続ける記事は見かけるものの、日本の置かれた安全保障環境の悪化を鑑みれば、その方向性に進まざるを得ないことは明白であろう。そんな中、年度ごとの防衛予算案の額は、唐突に決定されるものではなく、当該年度の前年の夏頃に、大枠の概算要求が行われて、これを精査した結果が閣議決定を経て、未だかに移されるというプロセスを経ている。2024年度分の場合、すでに、2023年の夏頃に概算要求が示されており、海洋国家である日本のとっては、重要な新型の水上戦闘艦の調達予算がそこに盛り込まれており、その額は新たな FFM の建造費に1747億円が2隻分の費用として含まれていた。FFM とは海上自衛隊の水上戦闘艦の艦首記号を示すものであり、現行では最新型の水上戦闘艦であるもが2型で初めて用いられた経緯があり、艦艇の規模を表すフリゲート艦の FF と、機雷、マイン、多用途、マルチパーパスを組み合わせたと説明されている。ご存知のようなもが2型護衛艦 FFM は、2022年には、3月に、2番艦の熊野、同4月に、1番艦のもがみが、神奈川県の横須賀を、母港と裾を解体群へ、さらに、同年12月には、3番艦の野城が、長崎県の佐世保を母港とする第13護衛隊に配備させた。以後ももが三型は、4番艦の三熊以後の艦艇が、1年に2隻ずつ収益を行うサイクルで実戦配備が進められてきたが、2027年3月に収益予定の12番艦をもって建造が終了することとなり、一時期は最大で22隻の建造も囁かれていた点が否定された。このもが、三型の代わりに建造が決定されたのが新型 FFM であり、もっか、三型同様に、三菱重工業者を保護契約企業とし、2024年度から2028年度の5年間のスパンで12隻を新造することが決まり、もが、三型の開業、大型化版とめされている。現行のもが三型護衛艦、FFM は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、最大幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルの規模を誇り、阿武隈型汎用護衛艦 DD を代替する目的で導入されたものだった。
ちなみに、阿武隈型汎用護衛艦 DD は、基準排水量が2000トン、満載排水量が2900トン、全長が 109.0 メートル、最大幅が 13.4 メートル、深さが 7.8 メートルの規模であったため、もが、身型はかなり大型化されたと言ってよいだろう。加えてもが、身型護衛艦 FFM は、その大型化した船体に、従来は、掃海艇が担ってきた役割である、機雷の敷設と除去の能力をセットで付与されており、この多用途さが、今後の海上自衛隊の水上戦闘艦に求められたと解釈されてきた。一方、2024年度の防衛予算の概算要求から建造が確定した新型 FFM は、基準排水量が4,500から4,880トン、全長が 142.0 メートル、最大幅が 17.0 メートルといった規模感となるものとアナウンスされている状態である。これは、現行のもが身型護衛艦、FFM をベースに、さらに大型化を図った仕様と見て取れるが、これまでの発表では、乗組員数は、同様の90名体制であると示唆されており、さらなる精進化を念頭に置いていることが伺える。もが身型護衛艦、FFM では、主兵装の一つである VLS、垂直発射艦は、マーク41が16セル分が想定されていたが、新型 FFM においては、その数は現時点では明確にされておらず、船体の大型化に伴い増設される可能性も残している。防衛省側からは、新型 FFM においては、この VLS、垂直発射艦から現在開発中の人に意識地対艦誘導弾等の能力向上型の艦艇搭載型となる艦発型や、新型の艦対空誘導弾といった国産のスタンドオフミサイルの装備化を視野に入れている。これに加えて、新型 FFM では、もが身型護衛艦、FFM を超える追戦攻撃能力の付与も指摘されており、こうした攻撃用の兵装の強化を鑑みれば、諸外国でいうところのミサイル、フリゲート艦、FFG に該当する艦用であるとも思われる。新型 FFM の建造企業として選定を受けた三菱重工業者が示したイメージ図によれば、同艦のマスト部には、光学複合センサ、多機能レーダ、ミサイル管制装置が個別に記載されており、ミサイル兵装をより重要視していることの証左でもあろう。この点からも、新型 FFM は、もが身型護衛艦、FFM をベースとして拡張しつつ、より攻撃力を重要視している艦艇だと言えそうで、護衛艦の中心戦力として、さらなる多様化が、その点でも進めれると考えられる。現在のもが、身型護衛艦、FFM の建造は、主契約者たる三菱重工業者の中崎造船所と、同社の系列の三菱重工マリタイムシステムズ社の玉野本社工場の2カ所が受け負っており、海上自衛隊の艦艇の建造が限られた企業でしか行えないことは否定できない。今後の新型 FFM の建造に関しては、主契約者たる三菱重工業派に変わりはないが、その下請けには、いすも型ヘリコプター搭載護衛艦等を建造した実績を持つジャパンマリンユナイテッド社が決まっており、少し体制が異なる。一部の日本のマスメディアの中には、未だ防衛産業に従事する企業を指して、政府と癒着、結託し、利潤を吸い上げるかのような悪意に満ちた描き方をする例も見られるが、そもそも、日本の防衛産業は、決して儲かるような構造ではない。限られた防衛予算で必要な装備品を調達するため、各防衛装備品の価格は、多額な利潤を上げることが可能な額とは程遠く、多くの企業が、この分野から撤退する傾向は長らく続いており、艦艇のような大型装備品については、なおのことである。もっと言えば、アメリカのような2022年度の軍事費がおよそ8769億ドル、実に、世界全体の軍事費の4割弱に及ぶ軍事大国であっても、そうした傾向は強く、単体では儲けることが困難なため、合併や統合を繰り返している。昨今では、ロシア・ウクライナ戦争で、使い捨ての簡易なドローン兵器の投入という要請が認識され、そうした先進の技術が、不要な小さな分野においては、新規参入も促進される傾向もなくはないが、大型の装備品ではそうはいかない。それを考えれば、
三菱重工業社やジャパンマリンユナイテッド社は、日本の生命線たる海上自衛隊の水上戦闘艦の建造を担ってくれているほかに、大体の効かない存在であり、個人的には、感謝の感情しか抱きようがない。これは、潜水艦の建造を担っている三菱重工業社と川崎重工業社についても同様であり、これらの企業の協力なくして、日本の安全保障は成り立たないことを、今一度、胸に刻んでおくべきだろう。護衛艦加賀の第一段階改修工事完了で艦首四角へと魔改造し、2024年度の F-35B 戦闘機認証テストを残すところです。艦首が四角で、シウスの位置が問題になっていましたが、今の位置がかっこいいと感じますね。今回は、護衛艦加賀第一段階改修工事完了で、空母化2隻耐性空母って、どんな意味をするのか詳しく見ていきます。空母化で、海上自衛隊には、どんな新たな任務が追加されるのか、新田原基地には、2024年度 F-35B 戦闘機部隊が設立されます。近平は終焉。空母について、取材に基づいた具体的な話が新聞記事として出てきたようです。こういった流れがあると、情報開示が進むでしょう。いいことですね。納税者にも、わかりやすい、丁寧な説明をお願いしたいものです。政府の1978年、昭和53年の見解を紹介します。当時の国会答弁によると、対地対艦攻撃力のある航空機を主力として搭載している攻撃型空母は保有できないが、哨戒ヘリのような追潜水艦用の航空機を運用する機能も持ち合わせている対潜空母のようなものの保有は認められるというものでした。のようなものというところに苦しさとごまかしがありますね。バールのようなものなんて言葉を思い出してしまいます。2019年の説明では、出雲は多機能護衛艦ですが、ストブル機、垂直、短距離離着陸機、バーティカル、ショート、テイク、オフ、アンド、ランドイング、エアクラフトを運用できるように改修しても、多機能、多目的な護衛艦であると政府は述べています。つまり、どんな改修を施しても、空母ではないという政府見解なのでしょう。出雲は、インド太平洋の海域を、この夏3ヶ月半航行しました。同乗して分かった現状や、海洋進出を強める中国とせめぎ合う安全保障の最前線についての報告を紹介してみます。最近は、小学校高学年以上の学生用に、防衛白書の内容を解説した小冊子があるそうです。こういう副読本が登場したことに、時代の変遷を感じますね。この小冊子の中に出雲は空母という質問があるのです。回答は、空母には国際的な定義はありません。主に、航空機の運用機能に特化した艦艇のことです。出雲型護衛艦には、航空機を運用する能力も備わっていますが、輸送や医療などの機能も備えた多機能な護衛艦で空母ではありませんと記述されています。出雲は空母ではないと断定していますね。要するに、公式には空母という言葉は使わないのです。と言っても、現実に出雲型の空母化作業は進んでいます。空母化は進んでいますが、実際の運用に関しては課題が山積しており、これを避けることはできません。まず、空母化した出雲型護衛艦と F-35B 戦闘機をどういう風に組み合わせて運用していくのか、海おのずと
空自の構想がここに至っても決定していないというのです。すり合わせができていないということでしょうか。次に、戦闘機の運用を誰が指揮するのかという部隊運用の根幹に関わる重要な問題にも結論は出ていません。つまり、責任のありかが決まっていないということですね。一番大事なことではないかと思うのですが、それがまだ決まっていないとは、唖然とします。日本人らしいとは言えますが、これでは困ります。国民が巻き込まれる可能性もあるんですから、最高責任者が不在というのはありえません。某万博のように、責任者が、私ではないと逃げ回って済む問題ではないのです。艦載機は、ずっと甲板に乗せっぱなしだと思っている方も多いのではないでしょうか。実は筆者もそうでした。しかし、出雲、片護衛艦は、戦闘機のその日の運用が終われば、格納庫にしまい、翌朝格納庫から出して、甲板に上げることになっているそうです。びっくりしますね。時間も手間も人員もかかりますよね。万が一の場合は、乗せっぱなしでしょうが、毎日出したり引っ込めたりするんですね。F35B の管理者である空自は、出雲、型に乗せている間は、毎日格納庫に戻さないで、常時、甲板上に置きっぱなしでも構わないという意向と聞きますが、海上を航行する艦艇の甲板に駐機し続けた場合、腐食や塩害が心配ですよね。機体が傷んでしまう恐れがあるのです。傷んだら修理も考えなければなりませんし、逆に手間がかかることになるのでしょうか。さらに、スペースの問題もあります。F35B のために、前から搭載していた哨戒ヘリの数を減らしたり、搭載しなかった場合、創設以来海自が最重視してきた対潜水艦船への能力が下がってしまう危険性が想定されるのです。防衛省は、哨戒ヘリを乗せずに出雲、型が出航するなら、哨戒用ヘリと救難用ヘリを搭載した別の護衛艦も一緒に出航させる検討を進めているようです。出雲にお供が必要なんですね。これについて、海自内からは、ただでさえ任務が多くて、船のやりくりが難しい。出雲、型に、必ず炊飯艦艇をつけて出航することになったら、艦の回しがさらにきつくなるのは分かりきっているという声が聞こえてきます。当然の不満でしょう。出雲、型一隻ではなく、他の一隻も使われるわけですから、二隻が海自としては使用できなくなるのです。現場を知らずに、議場だけで話を進められても困りますよね。空母化という言葉のイメージと、実際に行われる回収内容に落差がありすぎるという話が海自幹部から聞こえてきました。実際には、甲板に戦闘機が発着艦しながら、その傍らで、燃料や弾薬を補給することになる。時には部分的に解体して修理することもあるだろう。そのための設備や工具、整備員もいるはず。そうした設備や担当人員を収容するだけのスペースや部屋も作らなければならない。今の回収内容では、こういうレベルには全然足りないということです。そもそも論ですが、出雲Q の開発コンセプトは、守る船から守られる船へということだったそうです。そんな艦艇を護衛艦駆逐艦と主張するのは無理がありますよね。護衛する艦ではなく護衛される艦になるということは立場が逆になるわけです。逆なのに、こうした論理が通るなら補給艦を護衛艦と呼んだり、護衛艦を補給艦と呼んだりしても問題ないということになります。のようなものに続く言葉遊びですかね。試験ですが、出雲、型は反空母になるのではないかと思うのです。保有している艦載機をすべて搭載するのではなく、平時は4機から8機程度を乗せて、必要な時に地上基地から増派してもらうというやり方です。もしくは、艦艇上での整備は限定的なものに止め、主要任務は燃料や弾薬の補給にするということも考えられますね。つまり、完全な空母ではなく、空母の機能をある程度持った艦艇として使用するのではないかと考えられるのです。使用方法に柔軟性がある艦艇と言えるかもしれませんが、
別の見方をすればどっちつかずの鑑定とも言えるのではないかとも感じます。揚げ足取りのような感想ですね。補給用の中継基地として反空母を使用するという戦術も考えられるでしょう。陸上基地から出撃して反空母に着艦して燃料や弾薬を補充、再出撃するという手順がいけば、陸上基地から戦線への往復に比べるとパイロットの疲労は少ないだろうし、時間も節約できるはずですね。精神的にも一直線に前線や戦地に赴くより一呼吸を置けるわけですから、少しは楽になるのではないかと考えます。またエアカバーを陸上機に任せ、プイトル機、バーティカル、テイクオフ、アンド、ランドイング、エアクラフト、垂直離着陸機少数を対地支援に回して、攻撃ヘリのように反空母から繰り返し出撃させるという使い方も考えられます。ちなみに、エアカバーとは、陸軍または海軍活動の間、敵機からの攻撃の予防をする軍用機の使用を意味するそうです。自軍の防御のことでしょうか。プイトル機は滑走しないで垂直に離着陸できる航空機ですから、スペースに余裕のない艦艇では重宝される機体です。様々な兵装、海空時の空中給油機や、電子戦機、早期警戒機、無人機などの装備体系が増え、空母の運用戦術も変わってくるでしょう。条件の異なる他国の真似をする必要はありませんよね。日本の国土に合ったやり方を考えてほしいと思うものです。